1888年ジェームズ・ J ・マトリーは19世紀のメジャーリーグベースボールの球団オーナー及び監督、マサチューセッツ州チェルシー生まれ、現在のサンフランシスコジャイアンツの共同創設者。マトリーは幼い頃からクリケットをプレイし、16歳から野球を始めた。 1877年から1879年にはマイナーリーグの選手だったが、1880年にニューヨークに移り住み、ニューヨークマンハッタンでタバコの卸売業で財を成していた実業家ジョンビーデイやオーガスト・ベルモントと知り合い、彼らから野球チーム設立のための財政的支援を得ることができるようになった。デイとマトリーは、 当時のポログラウンズの野球の試合での借用権を得て、ニューヨークメトロポリタンズというプロ球団を創設、マトリーがチームの監督に就任した。当時、メトロポリタンズはナショナルリーグなどのプロ野球リーグに所属しない独立チームとして活動し、1882年には162試合もの試合をこなすなど工業的にも成功した。 人気球団となったメトロポリタンズは、1882年のシーズン終了後、ナショナルリーグとアメリカンアソシエーションの両方からリーグ加盟の要請を受けるが、デート・マトリーは大胆にも両方のリーグに加盟すると打診していた。その後彼らは、前年に破綻したトロイ・トロージャンズのナショナルリーグのフランチャイズ権を得て、新たな球団、ニューヨーク・ゴサムズを創設、前年、 トロージャンズに所属した選手の大半をゴサムズに移し、メトロポリタンズをアメリカンアソシエーションにゴサムズをナショナルリーグに加盟させた。メトロポリタンズの監督はマトリーが言った。メトロポリタンズは1884年にアメリカンアソシエーションで優勝したが、翌1885年からは収益のより大きいゴサムズに注力することになった。 マトリー自身を含めメトロポリタンズの有力選手はゴサムズへ移り、メトロポリタンズは売却される。ゴサムズは同年、ジャイアンツとチーム名を変え、有力選手で固められたジャイアンツは1888年、1889年とナショナルリーグを2連覇する。しかし、翌1890年のプレイヤーズリーグ創設の最大量の有力選手が、 ナショナルリーグを離れてしまい、チームの成績は低迷する。1891年のシーズンをマトリーはチームを離れた。その後、マトリーはニューヨーク州エルミラでのホテル経営とスタテンアイランドの新聞スタンドの運営を制御としていたが、1938年にガのためニューヨークで死去した。順位は年度最終順位。ありがとうございます。